本日のテーマはタイの税務 VAT 応用編となります。基礎編では VAT とはといった基本的な事項を説明しましたが、応用編ではより実務的なお話をできればと思います。それでは行きましょう。本日の目標です。本日の目標は2つあります。1つ目は VAT の実務、申告納税について勉強していきます。どういった金額でいつまでに納税しなければいけないかという話をしていきます。また2つ目は VAT の商標としてどういった証拠書類が必要になってくるのかについて説明します。それでは行きましょう。はい、それでは VAT の実務、申告および納税について見ていきます。 VAT という税金、付加価値税ですね。こちらを申告納税するプロセスですね。ポイントとしては毎月申告および納税が必要になってきます。具体的には月末締め翌月15日までに所定の申告書ポーポー30っていうんですけども、こちらのフォーマットにて申告および納税が必要になってきます。申告納税のタイミングについては分かりましたが、それでは実際にどういった計算に基づいて VAT を申告納税していくのでしょうか。それでは VAT の申告納税におけるポイントの2つ目、実際にどういった金額を申告納税するのかというポイントですが、売上 VAT と仕入れ VAT との差額を申告納税します。売上時にですね、借り受けした VAT と仕入れ時に借り払いした VAT との差額を申告納税するということです。それでは次にですね、売上 VAT と仕入れ VAT の差額を毎月どうやって集計していくのかについて説明します。実務上ですね、売上側がですね、売上の都度タックスインボイスというものを仕入れ側に発行するんですね。で、売上分、自分が発行したタックスインボイスのコピーですね、それと仕入れ分、受け取ったタックスインボイスですね、こちらを1ヶ月分集計して売上 VAT と仕入れ VAT の差額を算出します。つまりタックスインボイス、コピー、こちら売上分ですね、こちらの集計額とタックスインボイス、原本、仕入れ分のタックスインボイスの集計額、こちらの差額を取って申告納税します。それではここで皆さん、タックスインボイスって何っていう疑問が湧くと思うんですね。そもそもインボイス、普通のインボイスと何が違うのか、この点について解説していきます。タックスインボイスはですね、 VAT に関するインボイス請求書になります。 VAT 専用のインボイスなんですね。通常売上にかかるインボイスとは別に、売上側はタックスインボイスを発行する必要があります。これは VAT に関するインボイス請求書であり、 VAT の発生額を証明する証拠書類になります。ですので、例えば売上 VAT マイナス仕入れ VAT で、納税額を算出しますが、仕入れ VAT のタックスインボイスがですね、不十分だったり、紛失してたりしますと、この仕入れ VAT の証明をすることができませんので、売上 VAT から除けなくなるんですね。控除できなくなるんですね、仕入れ VAT を。ですので、このタックスインボイスというのは VAT に関する証拠証明書類として非常に重要なものとなっております。はい、それでは本日のまとめに入らせていただきます。本日は VAT 応用編として2つの学びました。1つ目は VAT の実務、実際に申告納税をするタイミングだったり計算方法ですね、こちらを学んでいきました。そして2つ目、タックスインボイスとはどういったものかということを学びました。こちらはですね、通常のインボイスとは全くの別物となっており、 VAT に関する専用のインボイスということでした。それでは以上になります。本日はご視聴いただきましてありがとうございました。